開会式立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可することとしますので、ご了承ください。ただいまから、令和6年教育委員会第7回定例会を開会します。本日、教育委員は全員出席です。今回の書面委員は、佐藤委員にお願いします。教育長。はい。子ども総務課長、どうぞ。本日は新年度最初の教育委員会になります。4月になりまして、職員の異動がございましたので、記事に入る前に事務局の職員から自己紹介をさせていただければと存じます。まずはじめに子ども部長の方からお願いいたします。4月1日より子ども部長となりました小川でございます。7年ぶりの教育委員会ということでございますが、直前はですね、区議会事務局というところにおりました。どうかまた引き続きよろしくお願いいたします。続きまして、教育担当部長をお願いいたします。変わってないんですけど、大丈夫。引き続き、教育担当部長を務めさせていただきます、大森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。続きまして、子ども総務課長と教育政策担当課長を、やらさせていただきます加藤と申します。よろしくお願いいたします。続きまして子ども支援課長の岩田でございます。3年目になります。よろしくお願いいたします。子育て推進課長の小瀬と申します。同じく3年目でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。じゃあ、吉田所長、ちょっと席に座られてからで、はい、じゃあ、子ども施設課長、お願いいたします。はい、この4月から子ども施設課長を務めさせていただきます、川崎と申します。よろしくお願いします。障害者福祉課から移動してまいりました、学務課長の清水と申します。どうぞよろしくお願いします。4月より、指導課長を拝命いたしました上原文人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。普段中等教育学校経営企画室長をお願いいたします。普段から普段中等教育学校の経営企画室長になりました伊藤貴子と申します。児童家庭支援センター所長吉田でございます。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長くなりましたが事務局からは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは日程第一、報告事項に入ります。学童クラブの在籍状況、令和6年4月1日時点につきまして、児童家庭支援センター所長の説明をお願いいたします。今やります。はい、そこが、ありがとうございます。では児童家庭支援センターから、では6年のですね、4月1日現在の学童クラブの在籍状況のご報告でございます。保育園とは昨年度のうちにご報告されていましたが、学童クラブの方はまだでしたので、4月1日のタイミングで今回ご報告をさせていただくものでございます。でまず合計人数のところですね、令和6年4月1日の在籍人数ということで、今ですね、開いていただきありがとうございます。1257名ということになってございます。でその2段下が1228名ということで、昨年、そうですね、ちょうど1年前の人数ということで、大体29人ほどですね、増えております。その、どこが増えたかというところをまず見ていただきますと、アフタースクールお茶の水というところです。学校内学童クラブで、今回お茶の水賞の移転に伴いまして、学校内の学童クラブも少し拡張していただきまして、少し受け入れが増えています。あと九段小ですね、隣のところですね、ここの学校内学童クラブも少し人員のですね状況、あとお部屋の状況を踏まえて少し受け入れを増やせるということでしたので増やしていただいております。あとその他ですね、若干でありますが増えたり、閉じてみますと大体どこもですね定員ギリギリか、区立の学童においては少し多めにですね受けていただいたりして、この1257という数字になっております。で、若干ではありますが空きのあるところもあるんですが、全体としてこういう状況ですので、今年度予算にもございますが、新規のですね学童クラブの整備予算もございますので、ちょっと今どの地域に
どのぐらいのというのをですね、検討しておりまして、今後ですね、またそういったところもご報告しながら、今年度計画を立てていきたいと思っております。ご説明以上でございます。はい、ありがとうございます。ご質問ありましたら、いたします。はい、じゃあ、先生。皆さん、ほぼ、希望の方は入られているかと思うんですけれども、第一希望に入れなかった人がどれくらいか、その辺お分かりでしたら教えてください。児童課です。はい、所長。第一希望にやはりどうしても入れない方いらっしゃるんですけれども、すみません、ちょっと全体で何人かというのはちょっと今集計できていないので、ちょっとそこはすみません、お時間いただければまとめることは可能。今なかなか学童が難しくて、文京区でしたっけ、タクシーでこう送迎するような話題が出てましたけれども、うん、千代田区内では学区内のところでこう通えるようになっているのか、そこだけでも。はい、はい、じゃあ所長でも、はい、そうですね、今回見ている中では、基本的にその学区内、またちょっとこう隣の小学校区であっても、その徒歩圏内というんですかね、そういったところには皆さんお入りいただいて、で、あとはですね、どうしても学校内のクラブがいいという方、でそこがダメなら別のを考えますということで、ご希望されない方もいらっしゃったので、基本的にはそういった範囲で収まっている。はい、他にございますでしょうか。佐藤さん、5、6年生がゼロっていうところが結構あると思います。これは人数が定員に達してしまったので、できれば高学年は入れないっていうことはあるでしょうか。それとももう5、6年で大きいので入らないっていう方。そうですね、はい、失礼しました。児童課ってして、もともと高学年になりますと、こういわゆる塾の関係とかで、あとはそのご自宅でお留守番であるとか、あとはその児童館の一般利用にするとか、ちょっと 学童クラブっていうところにこうそもそも希望出さない方もございます。あと出した場合においても、その例えば学校内学童クラブですと、どうしても高学年になると優先順位が下がりますので、そうするとこうどうしても入れないというお子さんもいらっしゃいます。なので両面があるかなと。ただ希望自体はやはり低学年の方が多くて、高学年の方がだんだん申請自体が少なくなるという状況になります。学童クラブのこのあれに対して何か苦情とか、何かこう、はい、児童家庭支援、はい、そうですね、どうしても第一希望に入れないご家庭というのはあって、でそこはですね、やっぱりなんで入れないのかとかですね、そういったお話は伺っておりますが、そのやはりこの順位の付け方っていうんですか、そこは丁寧にご説明して、あと児童館ですとか、各学校でやっております放課後子ども教室、こういったところはどなたでもご利用できますというのをお伝えして、で放課後の過ごし方ですね、そこはご相談させていただいて、でそこはなんていうんですかね、だから苦情としてはそこで、はい、収まっているような状況です。他にございますか。はい、水谷さん。はい、定員に対して在籍人数が結構10人超えだったりするところがあるんですけれども、これは大丈夫なんですか、というか毎日来てないから定員を若干超えてるとか、そういうことになるはい、はい、ちょっと各クラブによって状況異なる面もあるんですが、まず面積としてそこは基準の中に収まるようにということ で、あと人員の配置ですね、そこも可能であれば少し定員よりも多く受けてもらうということで、個別に相談してやっております。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。うん、続きまして、令和7年度使用千代田区立学校教科用図書の採択事務日程につきまして、指導課長説明をお願いいたします。では、令和7年度使用千代田区立学校教科用図書採択事務日程について、ご説明いたします。今年度は、中学校と中等教育学校の全国の、使用教科用図書について、ご採択をいただくことになります。小学校については、現在使用している、今年度に使用している教科用図書について、ご協議いただきまして、最終的に採択をいただくことになります。また、特別支援学級、
における使用許可用図書につきましては、学級の児童生徒の発達状況が多様であることから、関連度ごとに、その児童生徒に適した教科書を再タスクすることになっています。特別支援学級の教科用図書の採択につきましては、特別支援学級設置校の校長からの申請によるものと、されております。本区においては、小学校は千代田小学校と、久慈美小学校、中学校は麹町小中学校の校長が、児童生徒の個別指導計画に基づき、選定したものについて、今日ご協議いただき、教育委員会の皆様に最終的に採択いただくということになります。さらにですね、中等教育学校後期課程については、高等学校の部分ということですので、6年間を通した教育課程を、学校の創意工夫を生かしながら、入学年次別にカリキュラムを編成しておりますので、後期課程の教科書につきましては、毎年学校長の権限で選定したものを教育委員会に報告し、教育委員の皆様に最終的に採択していただくことになります。こちら資料にあります通り、日程進めますと、7月の30日の教育委員会にてご協議いただきまして、8月27日の教育委員会にてご議決、ご議決いただくスケジュールとなっています。またですね、資料にあります、一部訂正です。5月の28日、教育委員会定例会にして詳細報告とございますが、日程の変更で5月27日火曜日というふうに、訂正させていただきます。以上、本件については以上でございます。はい、ありがとうございます。北国原小学校の開拓を中心にやっていただきました。今年も中学校としてまた震災を見本を、委員の皆さんのところへ、お届けすることになろうかと。それについては詳細をまた事務局と相談していただければと。これについてご質問等ありましたらよろしく。よろしいでしょうか。この今、はい、中の教育研究所が移りましたけども、はい、あそこでも閲覧することができるものなんですか。はい、紹介します。教育研究所の方に教科センターがございますので、そちらで閲覧することができる。はい、他にございますか。よろしいでしょうか。はい。続きまして、令和6年度、校園長による経営方針等説明会につきまして、指導課長説明をお願いいたします。令和6年度、校園長による経営方針等説明会についてでございます。本年度は、校園長による経営方針等説明会を、ご覧の4月15日、18日、19日、22日の4日間で実施させていただきます。この説明会は、校園長から、教育委員の皆様や、教育委員会事務局の課長に対して、学校経営方針について、説問いただき、その後、質疑を行い、理解を深めるという趣旨で実施しております。ご参加いただくのは、教育長、あと教育委員の皆様と、子ども部長、子ども担当部長になります。1公演につきまして、25分を予定しておりますが、併設園のある小学校と九段中等教育学校につきましては40分の枠を取っております。資料につきましては各校への学校経営方針を整え、事前に皆様のお手元に届くように準備を進めているところです。後日ご送付させていただきますのでよろしくお願いいたします。なお、こちら、資料の方は学校園に発出した通知ですので一部訂正がございます。すでにご連絡ありますが、ご覧の資料で19日の説明会を行うことを予定しておりますが、19日の後ろの番町小学校と九段小学校、こちらにつきましては、本区主催の行事と重なった都合で、15日に変更をさせていただきました。本件については以上でございます。はい。4月19日の2校については、
変更でございましたということです。何かご質問ありましたら、お願いします。後ほど資料の方はお届けするということですので、ご覧いただきまして、質問ということをまとめておいていただければありがたいなと思います。どんな気がいいとかよろしいでしょうか。はい。それでは、続きまして。いじめ不登校適応指導教室の状況、令和5年度3月期ですね。つきまして、指導課長、説明をお願いします。令和6年3月のいじめ不登校、適応指導教室、白鳥教室の状況について、ご報告いたします。いじめについては、先月の、継続件数が、17件、新規が4件、で合計21件。それと解消が4件となります。昨年度の解消は26件となり、昨年度の累計は合計で47件となります。なお、令和4年度の時期ですが、のいじめの件数の累計は36件でした。学校が小さなことを見逃さない積極的ないじめの認知が、昨年度のいじめ認知の増加につながっているというふうに考えられます。いじめの解消の確認にあたっては、いじめ防止等のための基本的な方針にのっとり、必ず本人及び保護者に状況を確認するよう、各校へ指導しているところです。続きまして、真ん中にございます不登校についてでございます。令和5年度4月からの不登校が、主な理由である欠席、出席停止日数の合計が30日を超えたのは、小学校では36名、中学校、中等教育学校では64名の合計100名となっています。解消、転学等で当月の数に含まれていないものも合わせますと、昨年度の累計として109名となっています。なお、令和4年度の不登校の累計でございますが、112件であり、増減の推移は横ばいというふうに考えてもいいかと思います。各学校においてはです、引き続き児童生徒や家庭にこまめに連絡を取り、本人や家庭の思いをしっかり尊重しながらサポートするよう、指導しています。最後に、白鳥教室の利用状況について、3月の利用者は21名、登録者数は37名です。今後も各学校と共有した児童生徒に関する情報をもとに連携しながら指導を行えるようにしていきたいというふうに思います。本件については以上でございます。はい、ありがとうございます。ご質問ありましたらお願いします。不登校については若干は減ってますが、全く登校できなかったっていう方が、まあ、いるのかいないのかっていうことですが、この辺のことでの数字って今お分かりでしたら出ていただけます。はい、ちょっとどうか。豊子さんは、いるんですが、今ちょっと正確な数字がございません。来年度じゃない、本年度だね、その辺も含めて、こう教育委員会で重点的に不登校対策をしていこうというふうにことなんですが、その辺ちょっとこう今までこう家に閉じこもってたとか、そういったことの子どもに対しての、4月からやっていこうというのはちょっと再確認したいと思うんですが、ちょっとお願いします。はい、また、はい、白鳥教室ですけども、これは3月末の数字なんですけども、これ、4月から移動しましたよね。それに伴って何かこう、移動したことによって通わなくなったとか、まだ最初は分かってないんでしょうけど、その辺のところも出てきそうですか、何か。これからですね、練習とか、指導会長、4月8日に再登録の作業が入っておりますので、その動向をこれからちょっと掴んでいきたいというふうに思います。その辺も含めて、
新しいところでの適用っていうのを、また適用しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、他にございますか、よろしいですか。はい。それでは、日程第2その他事項に入ります。教育委員会行事予定表、候補中央だ4月20日号につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、それでは、まとめて説明させていただきたいと思います。教育委員会のまず行事予定でございますが、本日4月の9日から、5月の14日までのものをお出ししております。ただ裏面の方は特段期待はなくて、表面の方に、本日入学式また教育委員会の定例会、明日は幼稚園こども園の入園式、それから来週は、先ほど指導課長から、お話しあった経営方針と説明会の、日にちの方と、4月の23日には次回の教育委員会の定例会の方の記載をしてございます。それと、4月20日号の広報千代田の方の記載の状況でございますが、児童家庭支援センターの方では5月の5日の子どもの日のイベントや、その他のイベントの方、また各種手当の一覧、それから、文化振興課の方では、秋のフェスティバルの委員募集であったり図書館の催し、また障害学習スポーツ課の方ではご覧のような、スポーツイベント等の募集の方をしているところでございます。説明については以上でございます。日程等で、いかがでしょうか。教育委員の出席、変更がなかったかな、よろしいですか。方法いう、ね、え特に質問ない。はい、ありがとうございます。それでは本日の教育委員会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。閉会後もご連絡ありますので少々お待ちください。すみません、両提供そして2人の前に、はい、両提供すみません。じゃあ、はい、すみません、はい、戸田市で、AI で不登校にこの予測をするというような実証実験が行われているということで、これっていろんな企業と提携してやっていることなので簡単にできることではないとは思うんですけれども、の取り組みの、もうちょっと詳しい内容というか成果的なものがすぐには分からないと思うんですけれども、何かあったかとかご存知だったら教えてほしいなと思って共有事項に挙げました。お願いします。はい、じゃあこれ戸田市じゃなかったですか。戸田市ですか。埼玉県のね。はい、じゃあ指導課長お願いします。本事業の実証実験ですけれども、まあ、子ども家庭庁の、いわゆる子どもデータ連携実証事業というところで、まあ、戸田市がそれを受託した形で、まあ、各企業グループと、共に進めているものというふうに承知しております。まあ、活用するデータですけれども、保護者の方の同意のもとですね、出欠、遅刻、早退などの状況だとか、あと、保健室利用状況などのデータのほかですね、あと学力調査関係の、資料ですね、それと学校生活にかかるアンケート、教育相談の、利用の有無、あと、もっと言えば検診の結果、そんなものもデータを用いているということで、でした。で、この実証
級を通してですね、全国の自治体が活用できるモデルの実現を目指していくというようなお話は受けております。現在ちょ、持っている情報としては、そのあたりなんですが、まあ、今後ですね、少しどのような内容なのかっていうのを少し研究していこうというふうに考えています。千代田区のあれで今日の気持ち、朝の気持ち、天気、晴れとかなんかね、はい、じゃあ、静岡ちゃん。千代田区の場合ですね、まあ、今、局長おっしゃったアプリケーションで、心の天気っていうようなことで、タブレットを使いまして、毎朝ですね、子どもたちが、晴れや曇りや雨だとか、その状況を簡単に入力する。そんなシステムを、活用、今年度、昨年度の途中からですね、やって、本年度についても、それを全校で、実施していきたいというふうに思っております。この、アプリケーションを使うことによって、例えば1日の中で晴れから雨に変わったことか、そういったところを、少し掴んでですね、声掛けをするなど、少し工夫ができる部分もあります。その他にも、児童生徒の、状況をつかむというところで、給油の方も活用しているのと、あと、触れ合い月間が5月と11月にございますので、そちらでのアンケート調査、これは引き続き実施して、子どもたちの状況ですね、しっかり把握していこうというふうに思っております。以上です。今の心の天気、これは小学生だけじゃなくて、中学生も行っているんでしょうか。中学生においては、心の天気ではなく、リフレクション、そう、別なアプリケーションがありまして、そこはもう少し中学生っぽいの内容になっております。同じような機能というか、もう少し詳しく、調査できるようになっております。毎日ちゃんと担任がチェックできるようなことになってます。今今度は講演聴会で少し話をしようと思っているんですが、細かく担任、特に高学年児童については、細かく担任がチェックできるようにと、低学年のところには、1年生はまだちょっと使い方があれなので、少し期間を設けまして、実際にも夏前には確実に、それが使用できるようにって形で進めていくところ。給油も年、ね、2回やってるんですね。はい、この辺どうでしょうね、指導課長。給油も、5月から6月に、必須として、1回目。で第2回目は任意としてるんですけれども、全校で、実施していると思います。その変化とかね、なんかが分かるとね、このクラスがどうなったかって見えやすいんで、それもまあ、今度の講演聴会で出る。活用しないと意味ないんで、両方の活用一つよろしくお願いしたいと思います。もう一つはね、あとじゃあ佐藤君。はい。プールカウンセラーの全員面接についてお伺いしたいと思います。今現在対象学年は小学校5年生と中学校1年生というお話だと思うんですが、千代田区内の小学校では、各学校、バラッといろんな学年に全員面接をしているのか、それとも小学校5年生だけなのか、この学年について知りたいと思います。また、中学校1年生は中学校すぐに全員面接を受けて、カウンセラーとお話しすることになれるということで、とてもいいかと思いますが、小学校の方が、5年生だけではなく、もう少し低学年もカウンセラーとお話しして、自分が困った時に人に話ができる環境に少しでも慣れてほしいなと思うので、もし低学年がまだでしたら、そういう環境作りもお願いしたいと思って、話しさせていただきました。これについては、区のカウンセラーと都のカウンセラーとそれぞれ役割があるのかなと思うんですが、指導課長どうぞ。今、ご質問あったところですけど、5年生と中学校1年生は当然全校実施という形になっておりますが、
小学校に関して申し上げますと、8校中4校が他の学年でも実施しています。4年生で実施しているのが4校、6年生で実施しているのが3校ということで、4、5、6年生で実施しているのが、4校ございます。それとですね、1校だけ3年生でも、全員面接を実施している小学校がございます。委員おっしゃる通り、低学年の時からというよりも、その相談体制ですね、学校がそういう誰でもこう相談を受けられるよというような体制構築がまさに重要かなというふうに考えております。そのあたりは、学校園の方にですね、しっかり周知して、指導してまいりたいというふうに思っております。以上です。どうしてもなんか相談室って、自分が困ってるっていうことを他の子に知られてしまうっていうか、なかなか入りにくい状況があるので、そういうところに入ることが普通に なんてことない時に入れるような環境づくりっていうのがありがたいなと思います。質問します。おっしゃる通りかというふうに思います。さまざまな学校園の他にはさまざまな相談できる場所が当然あるかと思います。当然スクールカウンセラーも一つですけれども、例えば保健室、その他本区の場合さまざまな支援員を設けていますので、いつでもそういった支援員だとか、また担任だとかに相談できるっていうような、そういう開かれた校内体制ですね、そういったものを構築するのが大事かというふうに考えています。どのカウンセラーは5年と注意5年をやってる。あと他の学年はやれるのかやれないのかってこともあるんだけど、指導が必要。学校の規模だとか、実情に応じてですけども、どのカウンセラーの週1日の勤務になってますので、休み時間と放課後を活用してその全員面接を行っている形がありますので、どうしても期間が長くなってしまいます。その関係で区のカウンセラー等も活用しながら、他の学年の全員面接を行っているところもあるというふうに聞いております。どっちかというと他の学年でやってるのは区のカウンセラーを使っている方が多いってことでいいですかね。はい、その通りございます。委員さんからの情報提供はよろしいですか。はい、すみません。それでは他になければですね、本日の教育委員会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。